ローランド SP404M2 のバージョン3.02のマニュアルを見ながらマスターするという企画です。40回目ですね。69ページ目のリアルタイムレッグの続き、シャッフルレートとクオンタイズについてやっていきたいと思います。まずクオンタイズですね。クオンタイズというのは、タイミングのズレを補正してくれる機能です。多分言葉で言っても分かりづらいと思うので、今回アーメンブレイクを使って説明していきたいと思います。まずレッグをしてですね、設定を決めます。今回163の BPM で、クオンタイズはこちらのバリューつまみで設定できるんですけれども、32から4まで、あとシャッフルというのがあるんで、こちらが設定できるんですけれども、今回はクオンタイズをオフにしてやってみたいと思います。はい、じゃあレックしていきます。こんな感じでクオンタイズを使わないと、今タイミングがずれてちょっと、気持ち悪い感じのズレが生じてると思うんですけれども、これを補正してくれる機能がクオンタイズですね。じゃあもう一回今度はクオンタイズをかけた状態でやってみたいと思います。レックボタンを押して、でクオンタイズ、今1小節につき8回叩いてるんで、多分グリッドは8でいいと思うんですけれども、これでちょっと叩いてみますね。はい、このような感じでですね、ちょっと今打ち方のタイミングずれたと思うんですけれども、それでもしっかりですね、クオンタイズかけることによって補正してくれてるっていうのが分かりますね。ちょっともう一回聞いてみますね。はい、これがクオンタイズの機能だと思います。クオンタイズがない状態。クオンタイズがある状態。こんな感じでクオンタイズを使うと、綺麗にグリッドに収まるっていうのが、クオンタイズの機能ではないかと思います。DJ とかですね、名だたる、DJ の人たちが、あえてクオンタイズを使わないで、こう人間味を出して打ち込みをするっていう方法も一つあるんですけれども、アーメンブレイクみたいな感じのものはあんまり、やっぱりクオンタイズを使うのが、いいのかなと思います。はい。クオンタイズの設定、32、16、8、4と設定できます。ちょっと8.3とですね、16.3についてはどういうふうに使っていくのかわからないんですけれども、ちょっと今回8.3でさっきのアーメンブレイク、実験的に叩いてみたいと思います。ちょっと気持ち悪い感じになりましたね。今度、例えば、設定間違えた場合ですね。グリッドを、8回、1小節で8回叩かないといけないのに、グリッド4にしてしまった場合、どうなるかっていうと、これもやってみます。今の場合はですね、グリッドが4つに設定されてしまったので、8回叩いたんだけれども、4つのところにポジションに置かれてしまったっていうことで、こういう感じになってしまったってことですね。じゃあ今度16でやってみましょうか。16の場合ちょっとファジーになるんじゃないかなと思うんで、あんまりクオンタイズが効かない状態。ちょっとあくまでも予想なんですけれども。
とグリッドを16にしてやってみますね。やっぱ、クオンタイズが16だとずれた感じに、そのまま反映されてしまうということですね。はい。まあ、クオンタイズの機能、ちょっともう今回はそのアーメンブレイクを使った、説明をしたんですけれども、まあ、こんな感じでクオンタイズをうまく使っていければ、いいんじゃないかなと思います。あともう一個ですね、シャッフルという機能がありまして、シャッフル8、シャッフル16と、2つ機能があります。こちらの説明書にですね、裏拍のタイミングのズレを設定することができるというふうに書いてあるんですが、ちょっとこれあんまりアーメンブレイクには有効ではないと思うんですけれども、裏拍のタイミングのズレ、跳ねる大きさを設定することができます。0は跳ねません。0は跳ねません。一般に1から16付近で心地よくシャッフルしたリズム感が得られるということですね。クオンタイズがシャッフル16またはシャッフル8の時に有効になります。じゃあちょっと今回シャッフル8で、やってみたいと思います。これどうなるのか。まあ、こんな感じでちょっと裏拍を取るようなシャッフルになるんですかね。多分これあんまりアーメンブレイクでは有効ではないと思うんですけれども、もしかしたらちょっと他のビートだと面白い、シャッフルができるのかなというふうに思います。今度はシャッフルの16でやってみたいと思います。今度は全然ずれないですね。はい。まあこんな感じで裏拍のタイミングのずれを設定することができるシャッフルという機能もあるようです。クオンタイズの方はですね、多分結構使うと思うので、まあ設定の方法は覚えておいた方がいいのではないかなと思います。グリッド 8.3 と 16.3 ですね。こちらの使い方ちょっとやり方がよくわかってないので、もしわかり次第、また動画で紹介できればなと思います。はい、今回は70ページ目と71ページ目のリアルタイムネックの中のクオンタイズについてご説明をしました。この動画が役に立ちましたらグッドボタンをお願いいたします。またローランド SP404M2 のバージョン 3.02 のマニュアルを見ながらマスターするという企画は今後も続いていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい、ありがとうございます。